今日は一人みたいです。遅れました。あ、皆さん開けました。開けたね。ね、開けた開けた。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、いきますよ。はい、みなさん、セレッキせーの、みなさんこんばんは。はい、乃木坂46の猫舌ショールームが始まりましたよと。はい、この配信は月曜から日曜まで毎日9時から日替わりオーナーが番組をプロデュースしていくすぐ食べられないくらいに熱いホットな番組です。そして水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。タイトルはせーのできるかな乃木坂46。はい、ということで今週はこの2人でお送りしていきます。渡辺ミリアです、よろしくお願いします。はい、北野日向子です、よろしくお願いします。はい、ということでひなこちゃんは初めての登場ですか？猫舌なんで ね猫舌なの？猫舌なのに初めてです。あれ、うん、私猫舌じゃ…噛んじゃった。猫舌じゃないのよ。でも猫舌ってあれ結局舌が弱いせいらしいよ。そうなの？舌弱いの、うん、舌の使い方が下手くそだから猫舌なんだって。え、じゃあ滑舌悪い人は猫舌なの？それはまた違う。あ、うん、そうなんです。はい、ということで、あの、まあまあまあ、あの説明していきます。ちょっと早口でいきますよ。はい、この番組はショールームの機能を使って皆様にも参加してもらいながら楽しく過ごそうという番組でございます。右下に、右下右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりして私たちとコミュニケーションを取ることができますので、ぜひ一緒に楽しい時間を過ごしていきましょうと。ということで今回作っていくものを見ていきますよ。今週のお題はこちらでございます。新成人のメンバーにプレゼントするお酒のラベルを作ろう。わーい。新成人は7人ぐらい ?8 人ぐらい?7人ぐらいいる。7人じゃない、うん、7人かな。まあ、ということ…あ、7人でした書いてあった、書いてあった、はい、新成人を迎え7人のメンバーのために、お酒のラベルを作っていきます。えい、自分たちでデザインしたラベル、私たちがデザインしていいですか？え、でもミリア上手だから。そうかな、うん、ひなこチップしか書けない。チップでいいんじゃない、うん、あ、そうしようかな、うん、ということで放送中にわからないことは、あの見てくださっている酒屋さんいるかなにコメントでお酒のラベルを作ったことがある方どうか、あ、でね、まだまだあるから、初めてショールームを見る方のためにコメントの説明をします。コメントやアイテムを投げるためには無料のアカウント登録が必要なので、まだの方は会員登録をお願いします。ちなみに右下のツイッターマークこっちを押すことでこの番組をツイッターで拡散することができるんです。へー、星のアイテムももらえるんだって。へー、たくさんの方に見てもらいたいのでぜひ、あの今なんか一人のことをテレビ局やってるよってやってください。シャーン、たくさんするとアバターさんに鳥さんマークがつきます。わー、今ついてるんじゃないの誰か。ということでこれから2時間、あ、じゃあ鳥さんマークついてるよ。ついてるでしょ。うん、もうそういう人たちはもうすごいのよ。ツイッターのツイッターマーク、うん、っていうの。はい、いきます。さあ、これでは今回、あ、なに、うん、なんだよ今回のテーマお酒ラベルということなんですけど、ほら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 。さあ、やってくよ。えい、シャーン、ちょっと椅子前にやろう。これね、言わないでおいたんですけど、皆さんお気づきですよね、私のファンの方は。あと、こっちから聞くね。そうなんです、実は写真集のね、ショールーム配信してる間限定の特典で、私実は消しゴムハンコやってるんですよ、ショールームで。大吉とかでしょ。大吉、中吉、京都、チップとトナカイ。そのね、トナカイの、あの消しゴムハンコ作ったアバターができたんだけど、ほら、あれトナカイ全部、あれひなこが作った消しゴムハンコのトナカイ。上手じゃない？消しゴムハンコの才能はものすごくあるということは証明されているわけです。さあ、今日参りましょう。
楽しいね。私を持ち上げといてしょっぱなでもう何なのこの子。じゃあ行こう行こう。じゃあ私汚いね、なんかうるさいよ、はい、えそうじゃあ教えて私に。行こう行こう。まずこちらにある消しゴムを、じゃあこれなんかさっきねメインがどうとかって言ってましたけど、うん、メインはこの大きさのハンコになるみたいなんで、メインはじゃあミリアちゃんがやっぱひなこそのなんか周りをガヤガヤする系の方が得意だからさ、うん、そっち担当するから、うん、メインのど真ん中に来るやつはミリアがやって。え、あえそれ私いつもちょっとマイナスに捉えちゃうかもしれないけど、それってあれ私大変なやつ任された今。うーん、いや大変さで言ったらそんなに変わらない正直、うんうん、でもハードルの高さで言ったら私の方が高いねこれ、まあ、真ん中に目がつくからまあ確かにねちょっとだけ、ね、そうなんだよね、うん、まあ、やってこう。ういっ、ういっす。こういう感じか。なんででもさ粛清、私が滑るとこ滑ること言いそうになっちゃった。やめとく、うん、やめとく。ならでしょ、その一人一人に向けて書くの、それとももうみんな同じ、いやもうみんな同じラベルだから。真ん中に書くムーツは何にするか、じゃあ二人で決めるか。そうだね。見てみようか。あれあ、いたいたいた。寒いこと言ってる人いる。え、誰誰誰誰。え、祝成人だけどひな子たち宇宙兄弟じゃん。だから聖優の聖を星にしたら面白いんじゃないかなっていう。でもそういう人いたよ今。祝成人の聖が星の人いました、うん、そういうひな子が言わないでおいた、ね、滑るやつだったのに。滑るって言われてるぞ。あ、そう髪型今日お揃いなんですよ。気づいたよみんな、うん、みんなじゃないわ、ひな子がメディアの真似したの。そうね、早く作ろう。何がいいかね。いいんじゃない、その新成人も良いよ。新成人面白いよね、うん、だって私たちが作ったって感じになるじゃんね。祝成人が良くない。新成人だと本当になんか新しい生物のなんか星から来た人みたいな。そうだね、そうしよっか、うん、これでもひな子のネタだから決して皆さんが言ったからとかじゃないです。私たち2人が決めましたね。ね、しゃっ、自信持っていこう。いくよ、えい、これに下書きみたいな感じでやってくるのか。うん、書いていくよ。その大きさで平気だ。いえ大丈夫っす。いきます。はい。あ、でもミリアのオリジナルキャラクターのあの人も書いてあげて、ね、あ、お、早いね。そして大きいね。なんだっけ、あれこの顔だっけ。え、そんな顔じゃない。え、鼻なんてあったっけ。あったよ。大きい、紹介してあげて。私のキャラクター村長です。これね、1年前ぐらいはずっと村長村長って言ってたんですけど。いいんだよな。可愛がってあげてください。うちの村長お願いいたします。これって裏にもできるんですか、前だけですか、うん、じゃあこの村長絶対大きいと思う。じゃあちょっとちっちゃく書くね、後で、うん、じゃあもちろんチップ書くね。いいよ、チップ書きな。これさ、新成人の皆さんにあげるのに私たちのラベルじゃんもう。いやでもね、どう、新成人の字どれ、こんな感じです。見えるかな。いいじゃん、バイ宇宙兄弟って書いとこう。じゃあこっちに書くね。うん、あ、なんか、なんか、なんだろう、産地的な感じがいい。そこ産地みたいな。あー、何県さんみたいな。そうそう、どういう感じなんだろう、酒ってなんかそこ山梨県産そこで取れたみたいな。そう、そこで取れた。なんかいや、何す、あ、宇宙人、宇宙人じゃない、宇宙人、宇宙兄弟さん、宇宙兄弟さん、宇宙兄弟。じゃあ宇宙兄弟直伝にしよう。直伝って教えてることになるよ。直伝っていうのは直接こう教えるみたいなもんよ。じゃあ宇宙兄弟絞りたて。私たち絞られちゃうの。違う、いのこたちが絞ったってこと。ああ
ちょっと動揺動揺椅子が動いちゃったよくない？なんかそれあのお酒っぽくないとかよくない？牛乳パックっぽくてよくない？あ、またご視聴しましたちょっとチップ今日うまく書けない。それ消しゴムじゃないよ消しゴムハンコのやつだからこれにそうだっけ、うち、うん、宇宙兄弟、なんで宇宙人って書きたがるのいつから私たち宇宙人うん、あってるあってるえ、違う、こう、あ、なんか生配信だとさ、緊張するのよ、変に。あれ合ってるよ宇宙運動でなんでなんでなんで兄弟、なんであ、合ってる合ってるよ兄弟、絞りたて絞りたて、かけるさんずいのやつ。え、さんず人面かな。なるほどね、そうでした。絞りたての感じ、あ、底辺だ底辺。こうだね。オッケーオッケーオッケー。あ、私の。はい、よし。これね、結構掘るの大変なんだよ。あ、そうなんだ。ひな子はあの字が浮き出る方と字が浮き出ないで周りが色つく方とどっちも作ったんだけど、うん、簡単なのはもう字を削っちゃうの、うんうん、その字を色つけたくないタイプにすると字じゃないとこを全部掘んないといけないからちょっと大変。なるほどね。え、これどっちパターンの話してる？これ、これは字だけ浮き出る。でもいいんじゃない、そっちの方が。
ちょっと眠くなっちゃった。あれれ早いね。ちょっと眠くなった。あと2時間あるよ、ひなこちゃん。じゃあちょっとひなこ寝ようかな。寝ていいよ、一回寝な。これをね、眠り配信と言うんです。わーそれは困った。それをね、なんかチップ横向いてるみたいで可愛くない？バランス悪いだけなんだけどさ。そうね、なんかでもやっぱチップだから上手ね。本当？うん。あ、いつの間に。もう一回ちょっと書いて、ね、でもちっちゃければちっちゃいほど、うん、さあ掘るの大変じゃない？ドレッシングペーパー？ドレッシング、白いやつ。え、ドレッシングペーパーって言うんですか？違う、トレッシング。あ、ドレッシングペーパー。ドレッシングペーパーってちょっと。これにまた美味しそうだ、緊張する。ドレッシングペンパー。ペンパー。美味しそうだね。美味しそう、うん。しょっぱそう。あ、しょっぱそう。うん。イタリア料理のやつ。焦っちゃう、焦っちゃう。え、あ、え、あ、この太さをもう、あ、なるほど、はい。すごいスタッフに助けてもらっちゃってる。うん。よし、チップ印刷いきます。一回やってからやっちゃう。ちょっと今コメント拾おうかと思って見てんだけど、なんかみんな、なんかサラダにかけるドレッシングは、うん、そのサラダの種類にもよるね。あ、そうね。じゃあやめよっか。そう、私はね、ちなみに来年成人ですね。お、誰と一緒やっけ？葉月とか？うん、ももちゃん。もも行こうか。やばくない？じゃあ今年20歳なんだね。そう、早いね。早いね。うん、あついついやりたくなるよね、こういうの持つとさ。何をホラー映画に出てきそうな。こんな短期間に消しゴムハンコやると思わなかった、人生で。だって消しゴムハンコなんてやらないよね、やらないね。学校で、ね、あるないあるだろうね、多分。うん、なんか消しゴムハンコと縁があるのかも。そうだね。うん、消しゴムはんこ職人になれば。え、でもすごいセンスないからな、それはちょっと。どっちパターンでいこうかな。手切らないでねって。そう、ひなこ彫刻刀でね、手切ったから中学3年生の時に。なんだ、ここ、ほら、ほんとだ、刺したの。ペーパーナイフ作ってる時に。あんな気づかないでずっとやってたの。そしたら、うん、ここがなんか濡れてきてるから、えっと思ったら自分の血だった。ねえ、なんで気づかないのかな。怖いちゃったやん。え、困っちゃったやん。前に座ってた男の子マジびっくりしてたもん。でしょうね。何も言えなか、言えてなかった。え、どっちで行こうかな。あのトナカイ系の縁が出る方にするか。私は初心者だから分かんないな。こういうのって作る人やっぱいるのかな、自ら。芋とかでやるよね。あの時は焦ったわって言ってるよ。ひなこ誰誰びっくりした少年が来ちゃったいないよ。いないいない。絶対嘘だ、そんなそんな嘘だよ、やめなよ。あ、出た。このね、北野の父です、北野の母ですっていうの流行ってんの。なんで知らない。面白くないよって言って。面白くないよ。ひなこは面白いと思ってるよ。おい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 メディア眠たくなってきた。これ終わらせなきゃいけないんだよ、今日やることいっぱいあるから。だから早く終わらせて寝るみたいな、そういうのもあり。じゃあ今から20分以内に絶対終わらせよう。 OK。 え、いける？うん、ひなこは余裕だって、チップ削るだけだから。うんと、大変だなそれ。私、うわ
続く。あ、来た来た来た、本当いい歌だと思う。お、家族旅行行きました。いいじゃないですか。どこ行きましたかと言いますと、おい教えません。でもひなこちゃんには言ったもんね。うん、どこ行ったか知ってる。ひなこはそう、ひなこちゃんには言ったの。でも皆さんには秘密。やったやった、遊び道具が増えたよ。何それ。練り消し。懐かしいこの匂い。ひなこちゃんはどっか行かなかったのって言ってるよ。行かなかったよ。行かなかったって。あまり好きじゃないからね。家の中で家族でダラダラするのが一番好きな。でもそれが一番結局いいよね。これでカス取るんだって。そうなん？うん。なんだ。あ、あれもう削ってるし。でもね、超時間かかるよこれ。何それ。この歌大好き。できたよ。どれ？もうちょっと太く。いけるかな、私。こういうのできない。
できるかな。いけなんかもうペンで描いちゃえば。え映らないのか。そうだよ。でも結構濃くやんないと映んないよ多分。何回もそこなぞって、ひなこ映らなかった。1回しかやってないから。だからもう直接描いてよ消しゴムに。ワイルドだろう。ワイルドだね。ワイルドだね。やっぱ一回やった子が隣にいるといいわね。消しゴムハンコ？うん。え、そんななんか、え？頼りにしてんの？うん。頼りにして。そんな頑張らなきゃいけないじゃないですか。頑張っちゃうよおよん。なんか頭痛してきたな。なんでだ？なんでだ？眠いからかな。あれ？やっぱちょっと寝かせてもらおうかな。そうだね。うん。配信で寝た人とかいる？いないね。じゃあやっぱここで伝説残していこうか。そうだよ、私たちは今日伝説を残す。もう二度とないよ、二人で配信。だって宇宙兄弟だもん。そうだよ。あの猫舌の、うん、わかんない、私が名乗れるあれじゃないけど、猫舌のスタッフさんって優しいなって感じるから、だから何しても許される感あるなって。今のうち言っといて寝かしてもらおう作戦だね。そうそうそう、あ、そうそう、で、ちょっと、ちょっと、じゃあでもね、本当にね、なんかあの私一回ね、うん、あのすごい鼻がね、うん、鼻がそうテカテカしちゃって、それを直しに行きたいなと思って一回吐けたのよ、うん、生配信中に、うん、何も言わないんだもん。いや優しいのもね。いや多分寝ても大丈夫だよ。本当？うん、なんかねスタッフさんね、あのよく上に出てくるテロップみたいなやつでね、うん、あの結構あそのやってくれるのよ。だからその寝てる私たちが、じゃあちょっとやってください。で私たちが寝てる間にそのそのスタッフ、え、今できますか？今テロップできるんですか？じゃあなんかかっこいいの言ってます。なんか宇宙兄弟ここに。あ、それはちょっと違った。じゃあ宇宙兄弟ビッグバンを起こした。うわあ、強そう。待って、何が何？なんで、待って。宇宙兄弟ココン。宇宙兄弟ココンってこれ誰がやったの？いや僕ですみたいな。何を打てば？とかでなね、会話できるじゃんここで。すぐそこにいるのに。わざわざそれを通して。そうそうよ。何打つ？何がいいかな。何がいいんだろう。なんだろう。北野の父です、渡辺の母ですわ。面白くない？やろう。いや、やって。私たちがやるわけじゃないんだよね。頑張ってやってくださるんだよね。そうなのよ。だから期待をして。なんか大変だわ。終わるかしら。終わんない気がしてきたよ。よいしょ。あ、近づいた。あハッシュタグ宇宙兄弟うるさいだって。待って、でも来たの過去父渡辺過去は面白いじゃん。いい、これすごくいい。消えちゃうのこれ。いい、どういうこと？消えちゃうって。消えない。私たち家族。なるほどね。結婚してるんだ。そうなっちゃうみたいになっちゃうのか。そうなっちゃうみたい。でも面白くない？うん、なんかそういうことにしてみる、うん、じゃあ。これさ、今見た人はさ、こっちが渡辺でこっちが来たのって思っちゃうよね。いや、そんな人来ないよきっと。知ってる人しか来ない。そうだよね。うん、いや、わかんないよ。もうなんかめっちゃ暇で見ちゃったみたいな。うん、なんだこいつらみたいな。見てみっか。今普段なら何してるかな、時間帯に。あの時間、私だったらお風呂入ってるかも。ひなこお風呂まだ入りたくないなって思ってる時間。
あそういうタイムあるね。まだ YouTube 見てる時間かな。私お風呂の中で見ちゃう。お風呂の中でも見るんだよもちろん。でもお風呂って10分以内に上がった方がいいらしいよ。え、私2時間ぐらい入ってんだけど。いやお風呂はね結構危ないらしい。なんかあんま浸かる、お風呂に浸かるっていう文化がね海外にあんまりないのよ。へー、だからね日本人が一番死亡率が多いのお風呂の中で。怖い。そう、なんかそういうのね結構詳しいから。本当詳しいよね。なんか、うん、どっからその情報を得てきたのっていうぐらい知ってる。真夜中真夜中寝れない時に調べてんの。そう、急に気になってできたかも。あ、まだまだ周り削らなきゃいけないんだった。これ誰が歌ってるの分かんない。ピクちゃんの声聞こえる。ん、私好きな感じの曲調だよ。ミリアと一緒にあの曲やりたいんだよね。孤独兄弟と思いきや。え、何この間話したじゃん、この曲 やってみたいねって。私の記憶あれ、あ、忘れたんだ。じゃあいいよ。本気のやつやっちゃったよ。びっくりした。あ、みんなには秘密だけど。うん、みんなには秘密だよ。できたよ。ほら、いいじゃないですか。え？これを。このグループいなかったっけ？大丈夫？いないか。いない？いる？なんか確認してる。え、これをこのまんまですか？あ、こっちじゃなくてこう。グーッと押した方がいいよ。おら、おぬし。そのねする音すごい苦手なのひなこ。え、ごめん。いいよ。あいれれ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 。ああ、私は今。この歌は誰の歌？誰が歌ってる？すごい気持ちよさそう歌うの。うわ、すごい。上手。そんな上手にいくと思わなかった。適当。天才。これを。周りを削る。大丈夫だよ、ちょっと見せたくらいでも。やっぱなんか新生児って大事にしたいじゃん。え、こうですか。うわっ、これをさ会社でやってる時にさ今野さんがさ、うん、彫刻刀の持ち方指導してきた。危なっかしいのって言ってなんかね難しかった。うん、え、今野さん両手で彫刻刀を支えるからね、うん、あの消しゴム押さえられなかったから却下しといたって。でも、あ、却下しちゃったんだ。そう、え、これ難しいな。みんな唐突に今野さん出てきたからびっくりしてるよ。なんで？でもみんな結構今野さんの話するから。本当？うん、今野さんやめてって言われてるけど切り込みだけ？とりあえず。なるほど。うわぁ、なんか、なんだっけこれ。あ、わかった。この歌みなみちゃん入ってたから、あすかちゃんとみなみちゃんとよたちゃんとみずきのやつじゃない。あ、なるほどね。初めて聞いた。この間全役で流れてたんだけど全然わかんなかった。そうなんだよね。怖くか。
え、見たいなパフォーマンス、絶対可愛い。で絶対日常が一番いいって。そりゃそうそりゃそう。あ、なんかどんどんずれてっちゃうわ。いいのかしらこんな。眠たくなっちゃった本当に。どうちまちゅ。日常ってコールも楽しいんだってよ。そうなんだ。本当にみんな嘘ついてない。どこで言うのね。この車両はワイドマイン電車真の夢の超絶かわいいひなちゃん。でも超絶かわいいっていう曲じゃないと思う。そうなのよこの歌。そうなのよね。急にじゃあちょっとこの流れに乗って言ってもいい、ね、いいよ。あの皆さんがよく言ってるあのはいせーのっていうやつ何あれ。どっかの文化から来たんじゃない。なるほどね、うん、前はなかった。なかったよね、うん、いつからか増えたよね一体感増すのかなそういうのって。わかんない。ひなこのライブに行ったことないし、他の人も、うん、やっぱチップ掘るの2回目だからうまいかもしれない。どこ掘ってるのかわかんないもん。掘ってるわけじゃない。もう大変ですわ。やっぱ声かわいいね。でも真夏さんの声も聞こえてきちゃうのはなんでだろう。聞こえてこない。こっそりみんなが混ざってる声が真夏さんっぽいのかな。確かにね。それだけだ。レレ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 ンが好き。何それ。わかんない。 A メロらへんの音できた。チップイエーイ。じゃあミリア村長削っていいよ。変わったよっか村長。うん、じゃあそのなんかデザインカッターやったことないから。分かった変わったよっか。交換してみる。じゃあ村長進めてみる。あそっか、うん、なんか難しそうこっち。あだから自分の書きやすいようにやっていいよ。でもこれぐらいのちっちゃさが可愛くない。うん、丸兄弟。ミリアあれどう思う。どうだろう。どうだろうか。どうだろう。どうだろう。違うよねやっぱり。あ今日初めてひなこ一緒にお仕事してるんだけどミリアは何度目かもしれないけど、うん、大丈夫かな。大丈夫。あの優しいからいいね。その優しいって言葉すごい大事だと思う。本当に、うん、優しいよねって言えば、まあまあ、まあ、じゃあ優しくしとこうかなって思うもんね。それ言うそこ前で言う。いや普通に人ってさそうじゃない。いやまあそう。私も優しいねって言われたら調子乗っちゃう。じゃあ優しくしようかなってなっちゃう。えちょっとうち兄弟ってミリアのこのちっちゃさいいと思うんだよねやっぱり。その小ささを真似りゃええやん。誰も同じように。明日も降りたくなるな。知らない道あと何回歩けるかな。早く終わるわって思ってたら全然終わんないね。やーこのまま海の標識でも
掘りまーす。チャンス。いきよーす。あー。待って待って、このアカウント名超面白いじゃん。ねえミリア、なんですか。どこに住んでる方なんだろう。ね、気になるね。うん、やるやんお前、おい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 、やるやん。私の爪の跡が残っちゃった。よし、この場所大切な思い出、あ、いや、揺れます、揺れます、ご注意ください。はい、揺れてます。あー、やりすぎました。あ、え、こんなギリギリじゃなくてもいい。あ、浅く、あ、浅く狭くみたいな。友人関係みたいな。浅く狭く派。浅く狭い派。え、うん、深く狭い。ん、浅く狭いってひどいよね。浅く狭いはひどいね。友達何人いるミリア。え、それ聞く？本気のやつ。あのね、私最近遊んで思ったんだけど、3人しかいなかったな。3人か。うん、でもその3人はなんかどこまでを友達っていうか迷うよね。そう、多分相手はみんなひな子たちも友達と思ってくれてるよ多分。そう、うん、でもあの子たちもあの子たちでさ、他にも仲いい子いるじゃん。でもそれがないんで、一番仲いい子がってこと。え、どういうこと。その子にとって自分が一番仲良かったら友達的な感じなのかな。え、どんなんなんだろうね。どの基準なんだろうね。そういえばだ、そう考えると悲しくなっちゃうから、ちょっとやるのか。え、ひなこちゃん何。難しいな。まあまあ、なんかこう難しいな。大変な時助けてあげたいって思うのはたくさんいるけど、うん、じゃあまあ明日誘われていくってなったら、あ、二人かな。やっぱそうだよね。私もその3人だわ。明日急に遊ぼうって言われていくなら二人かな。そうなんだよね、うん、ね、絶対難しい。ちょっとこれ却下。立てて書くのやめね。なんか直接書こうよ。一人一人直筆的な。大事じゃない直筆も。そうだよ、心こもってるし。だってあそこにマッキーあるし。なんだって。いいと思いますか。大丈夫。今、え、今3万人の方が見てくれてんの。不正を、不正を3万人の方に。え、でも3万人の方は最初から見てる人は、今から見始めたら必要なのが多いって。だって最初の方に言ってるの。だから大丈夫だよ。そっか、最初からないことになればいいのか。よし、何もない前の背だ、探せ、清掃せ、清掃。これ本番よし、わしか。これにスタンプ押すってことですか。うん、ああ、大変だよこれ。これ本当職人さんってすごいね。見てるかな職人さん。
だめだ眠いじゃあひなちゃんコメント見てあげて。 OK コメントとお話するわ。じゃあうんコメント見ててあげて。ここから撮るとかじゃないですか、この折り目の。すごい お真剣にだからこっち見ないとじゃあミリアに質問コーナー、イエーイ。私が読んでいきます。どうしたのあどうだろうどうしたのコーナーよ。いいよ、どんと来い。伊藤さんはいません。誰伊藤さんって。え、厳冬者です。ああ。好きなおにぎりの具は明太子。はい。最近高い、ちょっとごめん読めなかった。うん、そう、ひなこすぐ通報しちゃうの。今通報したの。ちょっと髪伸ばしてるの。切りたいとは思っています。二人の今日の私服はどんな感じ。私はズボンが使います。それでもそれ、あ、いいよ。あ、これ本番用紙だからこっちか、うん、ズボンがあのこうなってるやつ、こうなる、こう広がってる裾広がりのね、なんか今時のもなんかこういう感じ、こういう感じのです。上は上は灰色のなんか着てたよね。そう、ここがなんか広がってて、あのよくなんかす、あのなんかなんていうの、説明しづらいけどかっこいい系のパンツに何入ってたっけ、何着てたっけ、なんか灰色のここフリフリしてるやつ。え、あれ誰だったのかな誰だったのか、あれ誰だったんだ、あ、なんだっけ、なんか灰色のシャツみたいなやつ、あのワイシャツみたいなさ生地の、あああ、あのサテン生地の、サテン、サテンっていうのかな、生地の、そうブラウス、ブラウス着てたね。そうそう、ちょっとムードな、モード、初夢見た？あれ、ひなこちゃんの私服は言わなくていいの？うん、初夢見たけど覚えてない。どんなお酒飲みたい？二十歳になったら。わかんないから、二十歳になった瞬間にお姉ちゃんと一緒に飲みに行く約束をしたので、お姉ちゃんに行く。瞬間に行くの？もう瞬間に行くよ。ゼロ時に行く。面白い。ゼロ時に行くの？ゼロ時に行く。三輪車乗れる？三輪車って何？ミリアとヨダちゃんどっちがちっちゃい？同じぐらいで、いつも背比べしてヨダちゃんがちっちゃいです。はい。好きな乃木坂の歌は何？好きな乃木坂の歌は、いろいろあります。正式には前日に二十歳らしいよ。え？それでもなんかいろいろね、グレーだからやっぱ当日がいくの。そう、サバの味噌煮好きですか？大好きです。よく知ってるねってぐらい好きです。ちょっと早い、ちょっと早い。ちょいちょい悪口が書いてある。やんだ。髪色シュレックにしないのって出た懐かしいね。ね、あ、もうさっきからなんかさ、皿暮らしのスパゲッティ教えてってどういうこと？覚えてって言ってんのか。何皿暮らし、あ、名前ね。
よかったね。さあ今の人の名前は何でしょう。え、残念。あ、接続が中断されたって。大変なのね意外と。好きな海鮮は？好きな海鮮は甘エビとカンパチとハマ、まあ、そのブリ関係そこら辺とあと、サーモンですね。あと甘、うん、言いました。甘エビ一周目でーす。カラオケで最後に歌う曲は？できました。え？ここミリアどっちやってんのこれ？ん？中を掘るやつやってんの？あれこっちか。あれこっちだ。わかんない。何これやってんだろうねこれ。怖い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 。でもパキってできるよ。できた。これミリアどっちやってんの？これもう周り掘るしかないよ。そうなの？大変な方だねそれじゃあ。大変な方だ。もうこの緑の部分全部掘る。この中も。なんか楽じゃない？なんか好き放題うわってやればよくない？あもうそう考えるか線に沿って。そうか。え、こういうことでしょ？そうそうそう。で、白くなったらもう大丈夫。OK。あ、最後に歌う曲？うん。今日も一人カラオケしてきたんですよ。はい。仕事がね、一個前の仕事がね、早く終わっちゃって、猫舌の前に。一人カラオケ行ったんですけど、うん、一番最後に歌った歌は何だったっけな、何だったっけな、あ、スーパーフライさん。歌ったことない。いや、ね、歌いづらくてもうやめた。難しい。サビ前でもうなんか何の歌が一番歌いやすくて好き？トリプル A さん。何の歌ったの？そうだな、なんだっけな、なんだっけ、なんだろう、いろいろ歌うよ。あ、恋空と雨。あ、なんかそういう鉄板は歌わないです。さよならの前に。そういう鉄板は歌わないです。エール、うん、なんか虹、違う、なんかもうなんか本当にマニアックなやつ、コアなやつ。ひなこは中学の時ダンスで、うん、チャンチャンチャンチャチャンチャンチャンってやつ踊ったよ。そう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 。いい歌だよね。いい歌。じゃあさ、中学の時合唱祭何の歌歌った？中3でいいよ。合唱？うん、合唱祭で。ほーってやつの方？そうそう。3月9日だっけ。おしゃれ。卒業式3月9日だった。あ、そうなの、うん、ひなこは虹、森山直太朗さんの。素敵ね。広がる空に僕は今。知ってる？ちゃんと聞けば分かるかも。結構流行ってない？嘘。じゃあ乃木坂の歌で合唱にコンクールで歌いそうな曲なの。絶対君の名だよ。なんかダメ、その鉄板ダメ。あ、やっぱ鉄板、うん、それ以上考えられなくなっちゃったから今。それ以上上回るものがない。僕がいる場所。あ、でもあの曲ってさ、メロディー自体がさ、なんかこう可愛い音だからいいよね、うん、前向きに歌えるよね、うん、こういう感じ？うん。でも、やばいやばいやばい、あと1時間。
お願いマイハートだって。みなみちゃん、はい、ね、が書きますそうだ、私とひなこミスターチルドレンさん好きだね。好きだね。何好きなの？オーバー。あ、いいよね。曲調が好き。低いよね。うん。あ、寝てるかじゃん。ひなこちゃんはおねんねに入りました。よろしくお願いします。北野ひなこちゃん、よろしくお願いします。北野ひなこちゃん写真集発売となっております。今お手元にある方、そしてまさかのお手元にない方なんていらっしゃらないでしょうね。いらっしゃるんでしょうか。やめてください、そんなん。お近くの本屋さんへ寄って、ほら、そうだよ、やってくるね。告知してきな。
ひなこちゃんの写真集かわいいんですよ。なんとここにユーチューバーさんっぽくやりたい。あ、ユーチューバーさんっぽく、あ、うん、そうだ、今日私たちユーチューバーさんっぽくやるって決めてたんだよね。はい、本日の商品紹介、今日何提供画像だっけな、提供動画って言うんだけど、いいよな。じゃん、北野日向子ファースト写真集空気の色が12月27日に発売になりました。わあ、シャプシャパフォーマンス。なんと、もうね、3度実は重版してもらってるんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。この世に7万2000部存在するということです。この本が素晴らしい。この世にですよ。すごくないですか。すごいです。この世にこれが7万2000分も存在するっていうことがもうすごすぎて、生まれた時には考えもつかなかったでしょうね。生まれた瞬間は考えつかんの、さすがに乃木坂入った瞬間も考えつかんかった。そうだよね、うん、ミリア好きな方なんだっけ、あの出していいんだっけ、なんか数枚出てるやつはある。私好きなカット出てないでしょ、だって。え、なんだっけ、この変な顔のやつ。後半だよ。あ、そうなの。すごい。あ、それだ。あれはダメだ。あれはダメだ。何を見せられねえ。ちなみにこれは通常版の表紙となっております。セブン版の表紙はですね、このページにあるこっちです。こっちがセブン版の表紙になっておりますので、皆さん好きな方をぜひお手に取ってみてください。私はどっちも好きでいいです。ありがとうございます。ひなこがね、結構好きな写真いっぱいあって選べないんだけどね、このクレジットカード、クレジットページって、何急にカードの話したかと思ったよね。クレジットページっていうね、ページにある、やばい、ちっちゃいね、写真がいっぱい載ってるオフショット的な感じのところにあるね、写真のね、好きなのがあるんで。え、こういうことですか。ここも掘んなきゃいけないし、ここも掘んなきゃいけない、ここも、あとこの中。ミリア上手じゃん。本当？うん、ありがとう。またショールーム個人でも配信した時にきっと写真集、またショールーム限定でもできると思うんで、お楽しみにしてください。楽しみに。そう、ひなこが消しゴムハンコしたね、やつがあるから。なんかさあ、すごいここまでベタ褒めするのも申し訳ないんだけどさ、今までいろんなメンバーがこう写真集を上げてきたじゃない。その中で私本当に一番好きなの。イエーイ。なんかそうだよ、多分ミレアが一番見てると思う、その写真集。一番見てるね。誰、どのファンの人よりも絶対見てると思う、うん、オフショットから出来上がりからもうずっと見てるもん、ミレア、うん、だって1回目の重版が決定した時にすぐ私に言ってきてくれたもん。そうだよ、ミレアに言ったの。まだね、世間の人にね、告知される前にね、 その日にね、伊藤さんからね連絡が来て、その場ですぐ言ったよね。嬉しかった。ハイタッチしてる。ハイタッチしてる。レッスンルームで、はい、もうちょいここ行った方がいいかも。ここと、ここも本当はいい、なんかちょっと字細くなっちゃってもね、行った方がいい。こんな感じ、白くなるまでいったほうがいい。うわ、私は大丈夫だよ、よれてても。突然のオーロラ、本物です。こんな感じかな。ぜひ皆さん見てね。いい感じ。ここも、ここ、この三角コーナーが、はい、点検入ります。お願いします。ここがね、片付けます。お願いします。すみません、ちょっとここが気になるんでお願いします。
系っていうのはモグの時間だ。モグの時間来たの？モグの時間です。初モグなんだけど。モグです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 。モグ体モグです。モグからのモグです。体のそしてモグです。モグです。イエスイエス。ありがとう、いなこちゃんね。ごめんなさいね、そんなやらしちゃって。いいね、いいね。このね、爪をはめてみるんですよ。爪？そう。で、あ、ここ掘れてんなってわかる。あ、いいかな。これでもし試し押ししてみて高いとこがあったら、うん、また削ろう。わかった、うん、一旦出来上がったんで、あの今ちょっと途中経過はこんな感じですね。白く削ってみました。ということで試し削り、え、こういうことですか？何色にする？え、モグの時間です。モグの時間が来ました。あ、マッツマッマッツ。さあ残り1時間というところで、モグの時間です。さあここでお待ちかねのモグの時間です。モグです。モグだ。はい、ということで食べていきましょう。本日、どっちがいい？本日の商品はこちらとなっております。紹介ができないほどちょっとこう個展開けそうな、なんか、なんだろう、何これ、なんだろうね。これアンパンマンゲームについてるあれみたい。ああ知ってるよ。なんてどっちが何だろう。オブラート。あ、違うか。じゃあ半分ずっこする。そうやな。じゃあじゃあそっち半分こして、こっち半分こする。モグです。いただきます。いただきます。あてつもしてしゅうせい。じゃあこの金みたいなのついてるのがミリアあげね。ミリアとじゃこのミリアとね。真ん中のやつのこれさ、半分に切らなくてもさ、え、でも半分にしてくっつけたいっていう願望あるけどね。最高だよミリア。入るタイミングといい、もうやっぱりもう最高だよ。あ、で結局いいのね。うん、やめようよ。私食べるよ。分かった、いいよ。いただきます。みやこはちょっと挑戦したい、こういうのやっぱすごいんだけど、これなんだろうね。怖いんだけど、いただきます。うわうわ、いちごだ。普通の感想言うやん。ラズベリーかな。え、でもこれもさ、中からちょっとピンク見えてきたよ。まさかじゃない？濃い、すっごい濃い。だって見てよ、 なんかすごい食レポみたいになってるけど、中身までめっちゃ真っ赤なのよ。半分できたかも。すごい、美味しいよ。美味しい、うん、美味しい、美味しい、美味しい。なんだ、難しい。あの三角のショートケーキしか知らないから。下がさ取れないの、どうしても。でも下はちょうどさ同じやつだからさ、これ交換しなければいいんじゃない、うん、具だけ交換しよう。分かった。上ちょっと取っちゃいます。お花ついてる。いいね、ちょっと口に。ちょっとさ、うん、金ついてない方が綺麗だからそっちでもいい。金食べたい。うん、どっちでもいいよ。ちょっと難しいわ、ちょっと。でもこっちの方が綺麗だからこっちの方がミリアに入れたいな。ちょっとこの辺汚くなっちゃった。汚くていいよ、みんな。すごい、おぉ。いちごじゃない気がする。絶対いちごだ。ランボワーズだよね。ランボワーズ。クランベリーなんだ。なんだ、書いてあるじゃん。なんだ。すごいすごい、すごい。どこの、渋谷のケーキ。うん、かなさん知ってそう。知ってそう。
美味しい。すごいこの味濃いの。この下のやつ食べれないね。え、秋元先生来てるって。え、今すっごい変な踊りしてる、ね、秋元先生こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。急な人見知りすごくない？うん、私もなんかちょっとおとなしくなっちゃったね。静かにしとく。じゃあ静かに今モグの時間。なんかハリコヒーニャ、モグの時間に見られるハリコヒーニャ。さっきはもっと頑張ってました。頑張ってたよね。寝たりなんかしてないよね。あの、何もしてないとかないよね。絶対なんかしてたと思うね。うん、大丈夫。なんかじゃん、うん、面白い。半期まで寝るって言ってました。ちくらってますけど。しましょう。寝よ。ダメだな。やっちゃダメだよ。ねえ、私半分食べれた。あ、いいよ。うん、いや。イエー。あれ食べちゃった。静かになりすぎだって。どうなんだろう、なんかさ、他のメンバーってさ、うん、あ、けなアピール。あの空気の色出ています。よろしくお願いします。素晴らしい。このね、メッセージのね、うん、恥ずかしいからそれやめよ。やめく、めっちゃ通してる。あれ、これこれいいのこのやつ、これはいいのこのやつ。うん、見た見た。何の色しちゃった？それは言えだよ。この色は何だろう。ねえ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 、バカにしてるっしょ。ね。これかこの色見せて、この色成長して何色か分かるといいな。皆さんの中にもかけがえのない人。大事なもの、宝物がたくさん増えますよね。ミリタン、何？バカにしたでしょ今。バカにしてもよ。ミリアタン、何？そういうことしたらね、そう、見事に半分になった。ね、見てよこれ、中がすごいの。私見せたくなっちゃうんだけど。ほら見て、この中にでっかいクランベリーが入って、クランベリーなのかなこれ本当に。いきなりここにイチゴみたいな。いきなりここだけなんか違うみたいなないかな。ないよね。でもこれすごいの、本当にね、味が濃いの。あげる。あのさ、木本先生のさ、うん、アイコンはさ、一人しか持てないの。へぇ、すごいね。じゃあ偽物はいないんだね。うん、無理なんじゃないの、偽物を作るの。うん、すごい。どうした？見るの終わったんだと思った。瞬間移動したよね、うん、今ね。調整人だったのかもね。ん？調整人、うん、ん？ん？作ってる時にしてほしかった。よかった、さっき来なくて。ちょっとね、そういうとこあるんだよ。あれ、あれ、なんか昔からそういうとこあるの。ギリサボってるところを見られて一人で怒られるか、ギリバレてないか。ありがとうございます。嫌な子ね、本当に。
今の何座り直したのおいしいこれね、うん、紫は何なんだ一緒の曲になってるちなみにこれんこれは何や乗ってんの後ろの曲に怖すぎでしょお客さんの席見た瞬間人にこうやってやってんでしょめっちゃ怖いんだけどもうその人しか見れなくなっちゃうでも嫌なんだけどこれサイリウム持ってるもしかして持ってない本気拳どの辺に座ってる人2列目ぐらいかな結構本気の人じゃん嫌だもうそれ何どこ出身の人どこ出身の人、うん、沖縄沖縄沖縄からそんな沖縄からわざわざ来て、うん、そんだけしか乗らない、うん、もったいないよいつも、うん、なんかなんだろうああいうよいさよいさみたいななんかいいやさみたいなんで盛り上がってるから、うん、ごめん偏見だけど、うん、だからちょっと続くではなるほどね、うん、もう秘めてんのこうやって、うん、出しすぎなくてでも出したいそういう気持ち、うん、やめようかもうこの話、うん、これじゃ広げられなかった、うん、これ食べて終わりそういや終わらないよあと40分だよ言われちゃったちょっと食べようかうん、そうしよう。あっ。え、あのテロップに後で北野日向子が美味しくいただきましたって。なこれも見てんのみんな、うん。まだ間に合う。間に合う？うん、あとそういうのやりたかった。あのね、3万6000人見てます。あ、なんこれ。これ。え、ウェット？ウェットね。汗拭きだ。ねね。おたふきもいいんだ。おたふきに AG 入れんだね。ねすごい AG。よし。来たのが後で美味しくいただきました。はい。やまだ5時だった。じゃあちょっと一旦片付けましょうね。お願いします。そして誰もいなくなったこんなんある今のいなくなる瞬間すごい好きだったなんか見て見てあとカタカナで書いてあるから本当だあとできたのひなこがいただきますなんか違うこのテロップじゃないやりたいの美味しくいただきましたっていうやつよくあるやつやりたかったのにできなかった今回もはいあ私はじゃあやっぱこの色が好きだなあこの色も好きだなえでも新成人だよ赤祝福系がいいと思う赤でも赤はどうだろうなピンクみんなピンク好きそうじゃないでも寒色系メンバーが多いイメージだけどね水色いいんじゃないですかねなんかうん2色でいいよね変えようよあれあじゃあ芯だけそうだね赤にして、うん、こういうことセイを変えようよあこうかギュッてやった方がいいオッケーオッケーオッケーあダメかもいい子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 い
ちょ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 にすればいいのかな。成人のも見えない。でもこれ映ってないもんね。うん、もはやそうなんだよね。じゃあ本番いきます。でも赤に青、でもこれ映ってなくない？これ映ってこの色ですか？うん、マジ結構ついてたよ。ちょっともう一回押してみて、成人。本当だ。青やな。青や青や。よし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 。よし。では参ります。もうこれついてるかついてないかも分かんなくなってきた。これを7枚作るってことですか？なるほど。来い。この青くついてるところ映らないのかね。映っちゃうよね。映っちゃいそうだよね。なんかこれ映ってるもんね。多分削った方がいいと思うよ、色ついてるところ。うん、一回押して、え、こっちで本番のやつ。本番のやつでいいよ。うい、行きます。地のところ、地のところ、地のところ地のところ厳しい厳しいよ。いいじゃん。こっ気になんね。気になんない、気になんない。気になるよ。全然気になんない。じゃあそれはそれで、じゃあこれジュンナにしてもらおう。気になんないジュンナで。オッケー。これ1枚2枚。これもうちょっと太いの。これでもう出来上がり？これ7人分やれば、うん。ありがとうございます。え、字が上手。ミリアタン、ありがとうございます。嬉しい。ん、うん、ここはもう全部削ってもいいぐらい。うんうん、4万人だ。ありがとうございます。口開いちゃったけど。ありがとうございます。そう、なんか今年の抱負すごい握手会で聞かれるから、じゃあ今のうちに言っとくんですけど、なんかないよね。あの、うん、なんか難しい。やっぱこの年齢になってくると本気で考えるわけですよ。そう、なんかね、ないって言うとなんか、え、何、今年の抱負ないの、やる気ないじゃんみたいな風に思われたらちょっと違う。なんかやる気とかそういう問題じゃなくて、あの本気でね、そう、声に出せるそのガチのがちゃんとない。なんていうの、あの、なんかダメだこれ、なんか、なんていうの、選ぶ言葉を選んじゃうの。なんていうの、わかるでしょ、言いたいこと。わ、うん、かる。なあね、メンバー結構困ってるんですよ。だからあの、聞かないであげてください。あの、みんなちゃんと考えてはいるの、ちゃんと心の中で秘めてるから、それをこう見守って。そうだよ、なんかさ、初詣とかでもさ、お願い事って人に言わないやん。そうだよ、そういう感じや。
みんな頑張ってるので、ひなこ一人にも言ってないよ今年の。私もあの私もって言ったらあれだけど、なんか笑顔でいるってずっと言ってる。それ大事だよ。でもそう、それは本当に大事、大事だけど大事大事中の大事ね、うん。すごい、なんかトナカイいっぱいいるよ。怖くない？それひなここの間さ、あの発売記念であのショールームをやったのよ、うん、特別に、うん、その時にあの配布されたあれなんだけど、うん、その日はもうそのアカウントのトナカしかいなくてもうただのなんかちょっと怖かった。その中だってあのライブのところにも全部トナカイなのよ、うん、ステージの、うん、なんかすごい好きじゃんみんな、うん、今からご飯だから落ちるわ、ごめんね。ダメだよ。どうなるか分かってんのかよ。名前さらしてやれ。名前さらしてやれ。ミリオ行け。あ、おっとっとっと。な、おっとっと。みんな、いいぞ、いいぞ、呼んで。のぎやけさーん。はーい、通報だ、通報。ミリア行け、通報行け。ミリア行け、通報の通知は行かないらしいぜ。通報してしまえ。結構でも本気で通報しちゃいそうになるときあのミスって。だからあの、なんか長押しみたいなのすると。なんかさ、ポンポンポンって見てると。やってるとなっちゃうよね。あ、大丈夫、あの、やってないからね、本当に。あ、ちょっとやるかもしれないよ。えぇ、ー、誰がやるかわからない。よしよし。それね、結構面白くてやっちゃうよ。あれでも解除もできるんでしょ。あ、そうなんだ。うん、わかんない、やったことない。解除できるなら一時期的にやっていい人と立候補してほしい、うん、どういう感じの画面になったか教えて。分かった。いやいや、え、あなたは参加してませんみたいになるのかな。ね、どうなるんだろうね。なんか今、あ、なんか一人鍋やってるって今。うわっいい反応するな。おおら一人鍋してんの？何鍋、うん、何鍋。最近お鍋食べてないな私も食べてないかも。あ、収録で一緒に食べたよね。あ、確かに乃木店、うん、いいんじゃない、ま、そろそろ。うん、ありがとう。ちょっとこの人の下だけ。じゃあもう一コメント。うーん、すごい一人、あの私がさ好きな YouTuber さんのネタを、うん、なんてなんてジュースだってやつだれ本当に。はいはい、これもこれはジュンナ。え、でもジュンナだけ特別かもっていいけどね。ジュージュージュー、うん、こっちに。じゃあやってみて、あまりにもなんかあれだったらやめよう。うん、うん、かっこいいよね、なんか純なって感じ。あと30分、いいペースじゃん。うん、ああ、チップ、あ、チップは、チップは、え、ほ、チップ、チップ、チップは、はい、無駄、無駄、無駄に走ってる。チップありがとうしまーす。チップいた。チ
かった。見て、ちょっと芯とグラデーション。あ、いいじゃん。それじゃあ。いいな、これも。コキヒ。コキヒ。ないの？あ、そうだ、宇宙兄弟絞り書かなきゃ。あ、そう。あ、えべ。ロイヤルブル。かな？どうする？じゃあ、名前を書く方と宇宙兄弟絞り書く方にしよう。うん。どこに名前書くんですか？すごいことになってる。
ここに、うん、こっちに名前、じゃあここにうち兄弟絞り書くか。でも本当はこっちに名前か。どういう感じだ、こっちに。あ、確かに普通こうか、中級が絞り。じゃあチップが本当はここだったんだ。いいんだよチップここで優しい、ありがとうどっち書く、名前と中級が絞りでもよく絞りって字が書けなかった、さっき。じゃあ中京大絞り私書くわ。絞りって字書くね、苦手だった。あ、なんかこれが足らないかも、ルが足らない。あの、うかむりの下にルが入ってました。あ、ほんとだ。そう、見るよりはかけてる。え、うん、普通の間違いないよ。ボイス、ボイスしっかりしてくださいよ。やめなさい、ボイス歌え。あ、もうやだ。どっから声出してるの、そのさ。もうやめてください。だって、そこに出すのも意地悪だな。ちょっと意地悪だね。意地悪だな。そうです。うん、夜じゃないですか先輩。これ何で書く？じゃあミリア筆ペンで宇宙兄弟し。いいの？いきなり？ちょっと行くわよ。でっかくなっちゃう、なんか筆で書くと。ああ、これでいいの？マッキーだ。あ、そうしよう。じゃあ何色で？でも赤を使ってるから黒だよね。うん。じゃあちょっと早く描こう。チョック出てきちゃった。あら、次は、うん、チョック出てきちゃった。今マネージャーさんがあくびをして、メイクさんがくしゃみをしました。あれ、メイクさんじゃなかった。くしゃみしたのは誰だ？どっちもマネージャーさんでした。いいね。あと先に書いちゃうか。で、いや、やっぱ字が上手だから。いいよ。ありがとうございます。うん、ただ中って字の書き順すごい気になるけどね。あの、いいの。いや、これね、漢字は書けないんだけどね、書ける漢字のね書き順うるさいんだよね。てか漢字の書き順うるさい系かも。気になる、すごい。でもいいじゃん。そしたらもしこう自分がお母さんになった時にちゃんと教えられるいいママよ、それ。確かに。じゃあちょっとペン探してくる。うん、でもボールペンじゃあれだよね。でもすごい、切った、自分の写真集で切った。嘘。あ、やばいやばいやばい、ちょっとかすっちゃったね。ここでかすり傷できちゃったね。やられた、空気の色に。さあ皆さん、ぜひこの手に取ってください。私も手を切られましたね、この写真集に。私はこのたくさん、あった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 、ほいっ。ボス何でも持ってる。絆創膏を貼ってもらいなんで、あんた後で。うん、ありがとうございます。今さ、髪で手切る音聞こえた？聞こえなかった。結構えぐかった？落とした、ちゃんと。本当？生配信中に怪我した人いますか？やった。あとね、初めての生配信でこんな動くしかないよ。いてていて。あ、じゃあボールペンで太くしていくのはどうだと思う？それ大変だよ。
後で後悔するよ。ああ今でも急いで、あのもうあと1個2個だから。でもさ細い方が、あでもいいのか。ほらあと1個、あと1手。そしたら次は私が。いやね、切り傷って痛いよね、地味に痛い。あの痛い、あの痛い。お風呂染みそう今日。気をつけてね、ほんとバイキン入るからね。空気の色にやられたぜ。あはい、いいよ、ここ。え、じゃあちょっと一人書いてみて、上手に書けなかったらミリアが書いて。いや、ミリアが全部書くか。だってチップ結構大変だったから。よし、自由だ。あそっか、じゃあミリアダンスタイム後ろで踊っていいよ。いいよ。それぞれこの色合いでひなこが誰か誰決める。待って、スポットライト来ちゃった、スポットライト来ちゃった。何それ、すごい。あ、この画角いいよ。日常かからないかな。なななななな、おっと、あ、ちょっと危なかった。キャッ、見に来たよ。
い。これジュンナ。えい。え？わあ！え、すごい。薄めて飲んだりするんですか？このまま度数どのぐらいだろう？できた。できました。あ、これのにしよう。私が入れたの。アスチェ。ジュージュージュがいい。ジュンナ。アスチェ。あ、ジュンナ？うん。ジュンナがいて。あ、ジュンナ今変えたばっか。わあ、お酒の匂いがするよ。ダメだよ、お前ダメリアは。あー。ダメ。あ、水着の匂いだ。かわいい。これお座りになってねえ、ヒリヒリして痛い、うん、かさぶたになるのかな、これって。いや、かさぶたにならない。このくつくの、うん、でも、しばらく痛いかも。遅れてさ、映るじゃん。うん、面白いよね。ジャンメンやん、ジャンメン、ジャンジャンメンやん、ジャンメンやん、ボス、ジャンメンやんじゃないですか、これは初対面だ私でもまだやったことなかったよお昼に会ってたら違った。もう今ちょっとテンション高いね。そう、眠たいから。そこじゃなくない？向き的にここじゃない？だってこれが、ああ、そっか。あ、ごめん強いエルボ入れちゃったごめんえ、こう？うん、ジャブ。すんばらしい。え、これわあ、できた。伊藤純奈の新成人宇宙兄弟絞りたてとチップ。え、なんかちょっといいね。いいね、めっちゃいいね。いいじゃん、いいじゃん。え、これいいじゃん、いいじゃん。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。終わったー何する何する、終わったよね。ミディアすごい冷たいんだけど冷え性ない。この差すごいね。そうなの、あったか、いいな。この冷たいとしんどいっしょ、うん、寝るときとか。あと10分、じゃあちょっとなんかやろうよ。遊ぼう遊ぼう。
あ、そうだそうだ遊ぼうよとか言ってた。じゃあさっさとやって遊ぼう。さっさとやって遊ぼうか。あ、また切っちゃダメよあんた。じゃじゃ、うん、はい、はいはいはい、7ページ。さて皆さん今日の配信いかがでしたか。うん、今日の配信どうでしたか。うん、今日は楽しかった。楽しかった。わー、はい、じゃあ、うん、10位から名前を呼んでいくぞ。おお、それはどこに書いてあるのかな。ここだよ。おお、ここの、ここじゃなかった。ここをして、あ、また通報しちゃうとこだった。ここをして10から読んでいくんだよ。いえ、初めて。だからそれをひなこちゃんにお願いしてもらおうよ。かしこまりよーさて、気になる第10位。はじめ総務課長、マップルシュガーさんです。おめでとう。さて、気になる第9位はアナゴさんです。さあ飛ばしていくよ。8位はジュンジュン熊本アットカリンちゃんに名前呼ばれたい、ごめんねカリンちゃんいない。さて7位はカズミッチ。6位はアルさん。5位クララ。4位アツシペイシャンソン。ナカチアットイコールラブ STU48HKT48 さん。なんだよなんだよ、びっくりしてるよきっと。ウィリアは改めて10位はマシカナ握手会行きたいさん。9位テル君大好きだよ、どういうこと。8位ホーリーさん。7位ヒデさん。6位ハッピーさん。5位シゲさん。4位アルさん。3位すだれ推しのつくさん。2位ナオフロム北海道さん。気になる1位はダルル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 ミリアの父さん。困惑出るからこういうのやめろって言ってんだろお前ら。やめろよ。ミリアがミリアのパパがなってなっちゃうし。やめろよ。やめろよ。ミリアの父。はい。あと6分。ありがとうございました。47,000人の皆さんありがとうございました。誰も飲んでません。こんなテンションだよねいつも。うん、いつももっとうるさい。47,000人だってすごいね。すごいね。実質5万人ってことにしとく。うん、そう。3000人はちょっと持ってるけどな。そうなんだよね、うん、まあ行こう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、来年じゃない次回のできるかな乃木坂46は1月の16日じゃあこれがね、楽天TV さんで1月11日に乃木天とのシャープ63が配信されます。私たちアンダーライブの裏側、そして反省会的な楽しかった会、うん、やったのでぜひ皆さん見てね。おい、ちょっと、じゃあ次回は16日1月16日水曜日の9時から生配信ということです。まだメンバーは決まっておりません。何やる次、あと4分で、あと4分で時間ないほら、うん、最後に今後のメンバーに作ってもらうこのものをコメントで募集してます。ぜひ皆さんお願いします。そして
来週の配信を見逃さないためにも、パソコンだと画面右上、スマホだと画面下にあるハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。見れるこれで。なんで生きのなの。何するあと4分。あ、3分になっちゃったよ。ほら、あと何分？あ、まああと2分だよ。2分って結構短いぞ。あれ？来たよ。こんなことある今まで。はいはいはい、もう最後だから。はいはいはい、はい、おーし。はい、決めた。違うだろうね。うん。
じゃん。